さあ始まりました、武田バーベキューとキャンプな休日。ちょっと待ってくれ、さっきまで太陽出てましたよ。始まった途端雨が降るというね、番組恒例のオープニングとなりましたが、今日はなんと大阪の能勢町にありますスローキャンプ能勢という新しくオープンしたてのキャンプ場にやってきました。そして何度も登場していただいております女性キャンパーのうきちゃんがあちらの方で待ってるということですので、早速行ってみたいと思います。今回は今年4月にオープンしたばかりの大阪府にあるスローキャンプ能勢からお届け。通常のキャンプサイトから仕切りで囲われたプレミアムサイトなどもあり、犬や猫と一緒にキャンプすることが可能。さらに宿泊者同士で交流ができるパブリックファイヤースペースやカフェも併設されていて、初心者でも安心して楽しめるキャンプ場です。さあこちらうきちゃんが待つ、キャンプサイトに来ました。あ、うきちゃん、こんにちは。よろしくお願いします。番組3度目の登場となるのは人気女子キャンプインフルエンサーうきちゃん。アウトドア一家として0歳からキャンプに慣れ親しんできた生粋のアウトドア好き。今回新たに愛車を携えて番組に遊びに来てくれました。あなたこんな乗ってましたっけ、これ。そうなんです、スバルのサンバーディアスワゴン買っちゃいました。サンバーディアスワゴン、はい。こんな顔してるっけ。あ、そう、これはカスタムされてて、はい、ロシアのワズっていう昔走ってた車をパロディみたいにしてカスタムされてます。なるほど、特別仕様の顔になってるわけや。そうなんです。気になるサンバーディアスワゴンはフルカスタム、内装も外装もこだわりが詰まっているようですよ。あ、すごい、なんかでもカラーリングもいいね。なんかそうなんです、マットの水色で、うんうん、こうあんまりこうテカってない感じが私はすごい好きで。いや確かに、でこの感じがこうキャンプ場に合うよね。そうなんです、すごい馴染む。空っぽい感じしません？青空っぽい雲と。そうです、青空とっていうことですか。そうです、いいですね。あと富士山とか。あ、めっちゃ言うやん。どんどん A 風のやつめっちゃ言うやん。確かにね、富士山っぽくもあるし。すごい、でもなんか細部もこういう黒のちょっとポールっぽくしたりとか。そうですね、この耳も違う、うん、なんか今耳って言ってるんですけど、あの確かにちょっと正面から見たらね。そうなんですよ、耳に見えると目でお口で耳に見えるんですよね。あ、なるほどね。耳もこれ変わってるし、うん、あと横で言うと特徴的なのはここですね。ほう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 。これ実はもともと大きい窓なんですけれど、うん、こういうフレーム、こう T 型のフレームがついてて。なるほど、こだわってる。やっぱりうきちゃんといえば、はい、キャンピングカーがこう一番なんやろ、キャンプの出会いとしてあるわけやから。 そうですね、それもやっぱキャンピングカー的な使い方をしてるってことですか。私にとってやっぱ車はキャンプに欠かせない存在ですね。本当、なるほど、相棒だ。相棒です。幼少期より車と共にキャンプをしてきたうきちゃんですが、実はこれが自分で買った初の車。自分のスタイルに合わせて内装もとことんこだわったみたいですよ。後ろも見ていいですか。はい、ちょっと後ろも変わってますよ。あ、後ろ超かっこいい、めっちゃ好き。なんかここにさ、こういうちっちゃい小窓がある後ろってなかなかないもんね。ないですよね、うん、でこれ観音扉風に見えるでしょ。これとかすごいな。そう、めっちゃ細部にもこだわりが。あのジジイさんもこんなことやってた。あ、そう、え、ジジイさんは多分自分でやってるんでしょ。そう、自分で2000のやつをつけてた。それはすごすぎます。これは一応モデストカーズさんっていう、うんうん、軽自動車をレトロ風にアレンジしている会社さんがあって、あ、そこのキットみたいな感じですね。そういうことね。失礼します。じゃじゃーん。わー、すごい、おー、すごい。おー、ちょっと猫いる。え、飼ってるんですか。そうなんです、保護猫のひじきくんです。ひじきくん、そして、はい、ここを俺が開けるの分かってたのごとくいてくれてる。サービス精神旺盛なひじきくんは生後2ヶ月の時にうきちゃんと出会い、以降一緒にキャンプをしながら旅をする相棒に。生まれた頃からこの環境にいたため、キャンプ生活も快適に過ごしてくれているさ。いや、でもすごい、なんかこう
ベッドルームがあって、奥行きもあって、はい、しっかりと全然寝れるし、フリースペースというか全体的にこう広めの木張りになっていて、木張りになってるんや。そうなんです、そうなんです。で、まあ、パーキングエリアとかサービスエリアとかでちょっとすぐ仮眠ができるように、うん、万年床に一応ここは、ね、はい、なってて、でキャンプとかでテントとかにあので寝るときはこれをこのままこうテントに持っていくっていう、そういうことね、はい、これはこれはですね、ここにネジがあります、はい、この木のテーブルのネジね。そうです、そうです。で、普通にこれ車内でご飯食べる時とかに使えるんですけど、うん、ここいいんですか、このゴロンとなってる性格出ちゃいました不安になる、ちょっとね、これ置いてそう、はい、実はこれ取れるんですよ。ほう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 。で、この爪の部分を、はあ、この横にかけますと、こんな感じです。なるほど、だからもうここのもうちょいい、ここあ、もちろんです。ちょっとこの辺腰掛けたりしながら、そうです、コーヒー飲んだりとか。さらに床下にも収納があり、椅子を出せばテントなしでもサクッとキャンプを楽しめちゃうんです。内装はですね、これも含めてなんですけど、ユーカーズさんっていう愛知にある軽自動車をカスタムして売ってる会社さんがあって、そこであのやってもらったやつです。これなんかいいね、これはこうすごいロマンある、こっちでも使えてこっちでも使えるっていう。そうなんです、めっちゃ便利です。なるほどねいやすごい。そして今ちらっと話にも出た、はい、これ、はい、このこすごいね、カーサイドタープ、だいぶ広いっすよね。そうなんです、なんかこうお部屋が拡張されるみたいな感覚ですね。何が一番いいかって、はいはい、これカーサイドタープなんですけど、うん、実はカーサイドテントにもなるんですよ。はあ、どういうことですか。っていうのは、ここ今巻き上げられている、ロールアップされているものが、うんうんうん、ここにこうビヨーンって出てくるんですよね。なるほどね。そうなんです、だから締め切る状態にできるっていうのが。じゃあ雨風が多少強くてもここ締めちゃえば、まあ、快適に過ごせますよ。そうです、そうです、そうです。そんなバンライフを快適にしてくれるタープの中はというと、あ、すごい、いいし、広、全然立てる。バベさんでも全然いけますね、うん、全然広々と使えますよこれ。で、ここにコット引いてたとしても、ここもメッシュなるし。そうなんですよ、外もめっちゃいい感じに見えるもん、ね、そうなんです。すごい、これはいい。これカーサイドタープだと、うん、こう設営の時にここからこう物を出せるのがすごい楽で、はいはい、よいしょ。そうか、ここでもう開けるとすぐ猫のやつそう、もう猫のやつがね、猫のやつと猫のやつと猫のやつ愛するひーちゃんのために。なるほど、そうなんです。でそうか、だからこっから出し入れができるってことね。そうです、ここに例えばペグとかハンマーがあったりとか、この下にも収納があって、これが4面分あるんで、結構収納は広い、こっちに入れてますね。あ、すごい、もうたまらんねん、このほっぺのプニってなった感じひーちゃん、こんにちはして、こんにちは猫と気まぐれに旅できるなんて、なんとも癒されますね。そして気になるギアはというと、このなんかテーブルはどちらのですか。はい、こちらはですね、うん、ネイチャートーンズさん、ここに、はい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 、NTS って書いてあるんですけれど、うん、これめちゃくちゃお気に入りのテーブルなんですよ。これ普通のテーブルに見えるでしょ、はいはい、実はね、めちゃくちゃ簡単に、うん、よっ、あ、なるほど、コンテナになるんですよ。ここがボックスになると。そうなんです。はあ、だから持ち運びするときは、ボックスとして持って行って、はい、でもうすぐに展開できると。そうです。で、そしてですね、うん、よっこいしょ、料理するときですね、うん、ここの中に調理キットを全部、ららら、これは感動です入れることができます。すごい。で、なんかこれは何ですかってこうね、番組上聞いてますけど、はい、僕一回これ見て、はい、即買いました。お揃い、マジで。お揃い。めっちゃええやんと思って。え、大きい方ですか、このサイズですか。大きい方もちっちゃい方もです。めちゃくちゃファンじゃないですか。さらにボックスの中にはこんなものも。なんすかこの石。これ石なんですけど、こうあの肉とか焼く時の溶岩プレートっていうんですかね、すごい美味しく肉が焼けます。オールドマウンテンさんのやつです。はい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 。これは何、例えばシングルバーナーとかの上にそのまま置いちゃうってこと。そうです、そうです。あ、でこれを熱してこの上 で、はい、へえ。で、まあ、こっちもトレーとしても使えるっていう。あ、かわいいね。そうなんです、めっちゃかわいいです。へえ。なんだかウキちゃんのギアはご飯を美味しく食べるためのものがたくさんですね。そして現在フリーランスで活躍するウキちゃん、こんなテーブルも。
これは何ですか？GGC クルーさんっていうメーカーのテーブルで、ここのデザインがめちゃくちゃかっこいいなと思って。すごい、なんか彫られてるんよね。そうなんです、ちゃんと彫られてて、めっちゃすごいこの仕事で。これ仕掛けがあります。あ、出た、 QR コード。はい、うきちゃんのインスタと YouTube。 そうです、あの裏面をオリジナルデザインでオーダーすることができて、で私は時々こうイベントとかで呼んでいただくことがあって、うん、その時に看板代わりにもなるなと思って。あ、めっちゃいいし、めっちゃ軽い。そうなんです、そうなんです。今びっくりした。そう、すごいいいっす。なんかシンプルながらもこだわりがあって。そうですね、ちょっとギアが増えたりとかしました、うん。そして CM の後は釣り大好きうきちゃんが本領を発揮。さらにキャンプ飯はスパイスカレー。スバルのサンバーディアスワゴンと相棒の猫ひじきくんと共にバンライフを楽しむうきちゃん。アウトドア全般を楽しむうきちゃんにとって外せないもう一つの趣味が釣り。でこれちょっと気になってたんですけど、はい、そのシマノのクーラーボックスを、はい、釣り行ってたんですか？そうなんです、実は、おとついの夜に当たりますかね、はあ、に、イカ釣りに行ってきました。あ、実際？はい、はあ、3日前ぐらいに。そうですね、そっから家帰ってないんで、とりあえずこれはこのまま、そのままキャンプで今日？そうです。すごいね。で、これだからできる。そうです、そうです、そうです、初業だ。そうなんです。え、釣れたんですか？いっぱい釣れました。いっぱい釣れました、はい、なるほどね、はい、それがこの中にじゃあ入ってると。そうなんです。せーの、まだ良かった。まあ、醤油冷やして、醤油冷やして、醤油冷やして、食べ物冷やして、食べ物冷やして、びっくりした、わーっていう気持ちあったのに醤油が出てきたから。では改めて釣果がこちら。せーの、よいしょ、おじゃじゃーん、すげえ。ちょっとこれ今足があれなんですけど、ここで足があったとしたらこれぐらいの。そうです、そうです。これを釣ってたの？そうです、いっぱい、ほら、あ、すごい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 。で、これが最大だ。釣り好きのうきちゃん、この日のために2日前からイカ釣りに行ってイカを取ってきてくれていました。そしてイカを釣った竿もこだわりが詰まっていましたよ。こちらなんですけれど、あ、かっこよ、これね、オリジナルロットなんですよ。オリジナルロット？はい、うきちゃんの？そうです、私のだけの、世界に1個だけしかない竿で、一個一個のパーツあるじゃないですか、うんうんうん、こういうパーツを一つ一つ自分の好みで選んで、この色とかもそうなんですけど。あ、ここも？そうです、そうです。で、カスタムをしてくれるっていう会社さんが大阪にありまして、はい、ジャストエースさんっていうところなんですけれど、ここに私のロゴが入ったりとかします。ロゴも入れれんの？そうなんです。このイカ釣りってこう脇に挟んだりするんですけど、ほうほうほう、ここの腕の長さに合うように作ってくれたりとかします。なるほど、はい、脇に挟んでこうやる。そうです、しゃくれやすいようにみたいな。で、さっきお見せしたイカは、うん、この竿で釣ってきたものなので。へえ、素敵。ありがとうございます。かっこいいですね。ではでは、そんなイカを使って久々のバーベ飯といきましょう。イカはもちろん、うきちゃんが手際よくさばいてくれましたよ。さあ、うきちゃん、はい、ありがとうございます。いい感じにさばいていただいて、すごい大量になりました。ものすごい量やね、やっぱあんだけでかかったら。はい、いっぱいやと思えない量ですね。ねえ、で、これをちょっと今日は料理させていただきたいのですが、はい、あの、私武田バーベキュー、ちょっと僭越ながら、こういったキャンプクラフトカレーキットというのをこの度発売させていただきまして、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。なので、ちょっとこのイカ贅沢にこのスパイスカレー作ってもいいですか、これで。はい、ぜひお願いします。こちら、開発まで1年半をかけたというお子様から大人まで本格的なスパイスカレーが楽しめるというキット。今回は発売を記念して、武田バーベキュー渾身のキャンプクラフトカレーをイカとともに楽しみます。で、子供でも作りやすいように、まあ、スパイスとこの説明書をカラーにして、で、しかもこれめっちゃ広がんのよ。 A3 です。はいはい、めっちゃ可愛い、はい、A3 フルカラー両面でやってますんで贅沢に、あの、めっちゃ見やすいの、だから、はい、これ見ながらできます。すごい、毎回バーベさん登場してる。そう、もうめっちゃこれ全箇所武田バーベキューワンポイントアドバイス言うてくるっていうポーズ全部違う、はい、
説明書はスパイスについても解説しているので、初めての人でも分かりやすいですよ。さあでは、はい、作っていきます。はい、オリーブオイルをもうちょっと入れまして、はい、これね、まず本当にキャンパーの皆さんにやっていただきたい作業がありまして、ここからこのスパイスを使うんですけどね、このホールスパイスを油の中に入れます。こう、はいはいはい、で今から熱していくんですけど、はい、この油に香りを移すというテンパリングという、これで今弱火でこの油を熱して、はい、このスパイスをこうね、あの炒めていくとどんどん香りがしていって、その香りをまず油に移すことによって最終的にこう深みであったりコク、風味が豊かなカレーに仕上がる。でここはね本当にじっくりやってほしくて、はい、例えばキャンパーさんやったらこう焚き火する前にフェザースティックゆっくり作るみたいな、はい、そんな感じの作業で、はい、このスパイスに向き合っていただきたい。なるほど。香りがしっかり出たらホールスパイスを取り除いておきます。そこに玉ねぎ半個を入れ、しんなりするまで炒めていきます。さあそしてある程度炒まってきましたら、はい、ここに、まあ、チキンでもいいし豚肉でもいいんですけども、今日は豪勢にすりたてのイカをいいですかこれ。いや、ありがたいです。逆にすごい、いっぱいある。ゲソもあるし、この耳も入ってるし、あ、贅沢や。たっぷりイカカレー。メインの具材は鶏や豚など何でも OK。 具材を軽く炒めたら、カットしたトマトを1個入れ潰しながら炒めていきます。そこにニンニク、生姜をお好みで入れ、トマトの水分がしっかり出るまで煮込んでいきます。さあ奥ちゃん見てください、はい、トマトの水分でこんだけだいぶカレーっぽい水分量になってきたでしょ。だから濃いカレー食いたい人は今から水足すんやけど、このままでも大丈夫です、はい、あ、なるほどなるほど、はい、そこで水分量をお好みで。そうそうそう。へー。で次にようやく次のスパイス登場です。カレーパウダー入ってまして、はい、クミン、コリアンダー、ターメリックを、粉末にしたものが入ってて、はい、それを入れるともうほぼカレーなのよ。なるほど、はい、ほらこのカレーの香り、うんうん、これクミン、もう完全にカレー。これ完全にカレーなのよ。味付けは塩をお好みで、味の濃さはここで調整するといいそう。さらに水を 100cc 入れ、弱火で10分ほど煮込んでいきます。ではその間に新鮮なイカをバター醤油で楽しんじゃいましょう。じゃあこっちのねシングルバーナーでこのバター炒めしましょう、はい、ちょっと最初はオリーブオイル、はい、ちょっとオリーブオイルこれポイントですか。ちょっといや僕はねバター最初に入れるとバターって焦げやすいから、あ、最初はオリーブオイルでちょっと炒めてから最後にバターというふうにやっております。なるほど。まずはイカを軽くオリーブオイルで炒めたら、そこにバターを一かけ投入。さらに醤油を鍋肌から一回しして軽く炒めたら、あっという間にイカのバター醤油炒めの完成です。うん、おいしい。コリコリでまたうまっ。めっちゃ好き。よかった。超うまい。頑張って作ってきた甲斐があります、うん、カレーだけでいかずにまずこのイカのうまさ、うんうん、このほんのりした甘み、うんうん、この香ばしさ、いやこれ味わえてよかったっすよ。でこの美味しいイカを、はい、はい、こちらもう火が通って今火を消しました、うんうん、で最後仕上げにこの武田の味にするためにこちら、はい、特製ガラムマサラ入れることによってようやく武田の味になりますので、はい、でこれは火を止めてからで大丈夫です。これは一番こだわって武田は8種類のスパイスを混ぜて武田オリジナルのガラムマサラを作りましたよ。なるほど。だからなんか手作り味噌で家庭の味噌汁の味変わったりするように、インドではもう一家庭に一ガラムマサラ調合しててみたいな。ガラムマサラってそういうことなのか。なんか一つの調味料なんやと思ってました。ではでは、武田バーベキュー考案のキャンプクラフトカレーいただいちゃいましょう。おいしい。おいしい。おいしいです。めっちゃなんか、うん、奥行きがあるというか、ほう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 、複雑な味がするというか。でこれね実は、まあ、キャンプで作ってっていうことなんで甘口に設定してるんですよ。あ、そうなんですね。そう、子供でも食べれるようにということで。辛口の人どうすんねんっていう声があるじゃないですか、はいはい、これあの辛いスパイス
を実は封入しておりまして、はい、このマオニ唐辛子、はいはいはい、これを後からかけて辛口にできるんですよ。なるほど。マオニ唐辛子は中国雲南省のジョロキアを使用した辛いだけでなく香りがよく旨味もあるブレンド唐辛子。こちらが6袋入っていて辛さの調整も後から自由にできるんです。あ、美味しい。絶対唐辛子かけた方が美味しいです。うん、もう辛さがね際立つんですよ。で、辛いの苦手やけど味変したいよっていう方にも、また別のめっちゃ親切マーガオっていう、これちょっとねスパイスなんですけど、ちょっとレアなスパイスでレモングラス、うんうん、レモンとかちょっと柑橘っぽい香りがするんですよ。雰囲気だいぶ変わるんで。え、かけてもいいですか？もちろん。おお、すごい。本当だ、黒胡椒みたいなの。そう、うん、後からふわって、そう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 、いい香りするのよこれが、うんうん、でおすすめなのがもちろんカレーも美味しいし、バニラアイスとかなんかハイボールとか、はい、あ、あとなんか唐揚げにかけてもうまいし。確かにそうですね。そう、いろんな使い方ができるなと思いました。いや、でもめちゃくちゃうまい、この釣りたてイカスパイスカレー。嬉しいです、めっちゃ嬉しいです。辛いものが苦手な人から好きな人まで誰でも楽しめるキャンプクラフトカレーは現在 EC サイトから購入可能ですよ。さらに今後アウトドアショップでも販売予定とのこと。見かけたらお試しあれ。でもさらにこれね、もう猫ちゃんいてこういう車あったり行きたいとこもどんどん増えるんじゃないですか。そうですね、今年は東北地方を一周したいなと思ってて、うん、ねぶた祭りとか、うんうん、そういうこうお祭りがある時期、夏の間にちょっと回りたいなと思ってます。なるほどね、祭り好きやもんね、はい、そうなんですよ。車中泊もキャンプも私にとっては手段なので、うん、それが目的っていうよりそれを通じていろんなことを楽しみたいなと思ってます。なるほどね、はい、多分またこう次会う時にはスタイルも変わってるでしょうし、いろんなアクティビティもやってそうな気しますし、一個情報聞いてるのが、はい、お父さんが YouTube 始めたというのを聞いてますなのでまたなんかお父さん側からのうくちゃんいないお父さんだけとの会ももしかしたらあるかもしれませんので、さあぜひテレビで見てください、はい、今日も素晴らしいスタイルありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。